はいどうもこんにちは、ジマークです。Amazon ブラックフライデー。真っただ中、皆さん何か買われました今回、ユーグリーンさんから、これ、はい、たくさん、こういったガジェットを送っていただきました。もちろん、ブラックフライデー価格、セール情報ありますんで、よかったら最後までご覧になっていてください。ということで、今回、ユーグリーンデジネストプロ、100W PD71 電源タップ、 で、あとこれ、ピロースタンド膝枕式、その他ブラックフライデーセール情報、始めていきたいと思います。<music> まずはこれ、ユーグリーンデジネストプロ充電器。はい、これ、卓上用の充電器で、なんとセブンインワン。もうおそらくこれでデスク周り、一気に全部充電できちゃうっていう、そういったハイエンド充電器の割には、意外とパッケージ、コンパクトですよね。ただ結構ずっしり。はい、それでは、まずは中開けてみていきます。 箱の外観はこんな感じ。はい、それでは、封印を解いて、開けていきますね。パカッと開くと、こんな感じ。あ、結構。このケーブル、これは極太。アースもついてます。で、説明書類がついていて、日本語にも対応してます。はい、それでは本体いきますよ。せーの。はい、これが、デジネストプロ。あー、なるほど。 こんな感じになってます。はい、それでは。まずはこのデジネストプロ、特徴を見ていきます。急速充電のみならず、時間の節約に役立つ、タンポートで最大100ワット高出力、MacBook Pro 14インチが30分で51%充電できるとのこと。いや、これ結構すごそう。で、1台7 0ごちゃつきがちなコンセント周りとお皿は、USB-C×3、USB-A×1、 AC コンセント差し込み口が3個。電源コードは1.8メートル。そしてセブンインワン。小スペースで配線もスッキリ。コンセント周りを整理整頓、スッキリとした空間を作りましょう。そしてこれですよ。次世代半導体、Gen3 テクノロジーを採用。さらなる高効率化。さらなる低発熱。さらなるコンパクト。こういった商品になってます。オールラウンドな保護機能。過電圧保護に、過電流保護。加熱保護。 ショート防止、カフカ保護、アース付き、安全性もバッチリ。で、結構大きめのスイッチが付いてます。これでプラグを頻繁に抜き差しする必要がなく、ワンタッチで接続した機器の電源をまとめてオンオフ可能。優れた互換性。AC コンセントに USB-C ポート、USB-A ポートもあるんで、これ一台でバッチリ。はい、これがデジネストプロ。こういった特徴を持ってます。で、実際製品はこんな感じ。 ここに電源オンオフボタン。これがあるんで、簡単にオンオフ切り替えできます。で、t y p e C ポートが3つに、タイプ A ポート。で、向かって左側には何もなくて、上部には、1つ AC コンセント。で、背面には、はい、これわかります ?3 つ口タイプのコンセントが2つ。で、適度に離れているんで、干渉しにくい仕様になってます。いや、これだけのものが付いて、このコンパクトさ、卓上に置いても、 結構スッキリするし、しっかりゴム足が付いてるんで、取り回しも良さそうです。で、あとね、この充電器、100W 対応。なんですけど、100W、100W、100W、そういった充電ができるものではないんで、このあたりはご留意ください。出力配分図、そういったものも掲載されてます。タンポートで使用の場合は、PD100W にも対応。で、2ポート同時に充電した場合、3ポート同時に充電した場合、 ポーポーと同時に充電しても、こんな感じで充電が可能です。ご参考になさってください。実際充電してる様子はこの動画の最後に、改めてご覧いただきます。で、次。これ。なんだこれ。はい、こちら。実は結構最近、流行ってるんじゃないかと思ってる、タブレットピロースタンドって聞いてもちょっとピンとこない。ならば開けて中を見てみます。いきますよ。せーの。はい、こんな感じ。 やっとわかりましたわかりませんよね。まずこれ。ここがパカッと開いて。はい、こんな感じ。カラバリは2種類。グレーとブルーが用意されてます。で、特徴を見てみると、ソファーに座った時、膝の上だと安定しないタブレット。はい、こんな感じ。で、背面にはサイドポケット付き、充電ケーブルスマホイヤホン引き用具。こういったものを収納できます。 で、この下の部分に、デコボコついてるんで、三段式の角度調整が可能。で、さらにこれ、ベッドの上でも利用可能。両手を開放して、タブレットを安定させて、快適に YouTube を。こういった使い方もできます。で、さらに、ピロー、配送、枕としての用途、本立てにも使えます。で、サイズはこの形でこんな感じ。横幅290ミ、mm、リ、奥行き442ミ、mm、リ、 高さが最大1 8 6ミリこういう感じになってます。はい、こういうこと。枕状態から、ここを起こすと、タブレットスタンドになります。iPad Pro 11インチを置くと、はい、こんな感じ。で、さらに、3段階調整可能。この微妙な角度調整。これ実際使ってみると結構、効き目あります。で、本体は、低反発のクッションなんで、弾力性があって、 ソフトだけど、腰がある、肩崩れしにくい、そんな感じのものになってます。で、さっきご覧いただいた背面、ここにポケットがあるんで、ペンを挿したり、スマホを挿したり、こういう風に使えます。で、このスタンド部はちょっと硬め。でもそれ以外ほんと柔らかいんで、畳んで枕、ちょっとお昼寝やうたた寝、結構気持ちいいかもしれません。で、うたた寝すると、どうなりますちょっとお行儀良くないですけど、 よだれたらしたりしませんかでも大丈夫。はい、こんな感じで、外のカバーを外して洗えるんで、清潔に保つことができます。座った時の膝の上、あるいはベッドの上で使ったり、車の中で使ったり、タブレットで動画を見たり、電子書籍を読んだり、使い方は様々。4.7インチから12.9インチまで対応。で、膝の上で使うとなると、気になるのはその重さ。 はい、カバー付きで実測 314g と結構軽量です。僕はまさに動画編集したりするんで、これからこのピロースタンド常用してみたいと思います。はい、こういった今まで生活の中になかったガジェットどう溶け込むのか気になる方もいらっしゃるかと思います。今回ブラックフライで特別セール価格になってますんで、よかったらこれ気になる方はチェックしてみてください。で、次。 ユーグリーンさんのケーブル類、こちらもご紹介していきます。まずはこれ、ユーグリーン USB Type-C ケーブル、PD 対応 100W5A、超急速充電対応の Type-C ケーブルです。はい、これもちょっと中見てみます。中身は、はい、こんな感じ。まず特徴としては、100W 対応、急速充電できるケーブル、もちろんデータ転送にも対応、優れた内部保護、 E マーカーを内蔵し、安全で急速な充電ができるとのこと。アルミハウジングに、変素ナイロン。で補強されたをあ、はいそう根元も補強されてます。で、さらに、幅広い互換性。こういった感じのケーブル。そして、こっち。これも開けてみます。中身は US、USB Type-C ライトニングケーブル。で、特徴としては、PT 対応の Type-C 急速充電器を使用することで、フルスピード充電が可能。 で、MFI 認証品で安心して使用できます。シリコンケーブルにナイロン編みの外装。で、耐久性と柔らかさ。確かに柔らかい。幅広い互換性。ライトニング製品に使用可能。高速データ転送にも対応してます。はい、こういったケーブル。これも今回、ブラックフライデー特価でセール中なんで、こちらもよかったらチェックしてみてください。となると、気になるのはその価格。はい、ざっといきますよ。まずはこれ。 ユーグリーンデジネストプロ 100W PD7-in-1 電源タップ通常価格12,980円のところ今回アマゾンブラックフライでセール価格はなんと8,437円で次にこれユーグリーンピロースタンド膝枕式通常販売価格は2,299円のところセール特価1,839円そしてユーグリーン USB Type-C ケーブル 100W5A これが通常価格998円のところ、セール特価で749円。で、最後にこれ。U-Green Type-C Lightning ケーブル。通常価格1599円のところ、セール特価で1279円。こういった価格になってます。はい、どうでしょうか。気になったものありましたら、説明欄に詳細リンク書いておきます。ぜひチェックしてみてください。はい、このデジネストプロ。iPad Pro に iPhone 12。 クロームブックもつなげました。で、電源を押してみると、ポチッ。はい、充電始まりました。で、さらに、もう一台スマホも充電できてます。はい、どうでしょうか。このコンパクトさで、デスクトップ上の機器、全部充電できちゃいます。で、さらにまだ、コンセントも3つあります。ほんとデスクトップ上。これで全部、完璧な充電耐性取れます。で、こういった、 ハイエンド電源タップ。それにはハイエンドなケーブル。やっぱり使いたいですよね。はい、これ。ユーグリーンさんのケーブル。こちらも今回セールかかってます。で、さらに、このピロースタンド。これもアイデア商品。よかったら説明欄にリンク貼っておきます。ブラックフライデーでお得にゲットしてみてください。ということで今回、ユーグリーンさんのご提供で、ブラックフライデーのセール商品をご紹介しました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。